オーシャン応援団。はい、始まりました。大丈夫、始まってる、これ。始まってると思うよ、全然。そう、うん、どうした。俺のこのあれがダメなんだ。なになになに、このヘッドフォンが。いや、始まってるよ。始まってる、大丈夫。始まってるよ、お前。もうはい、急にびっくりさせやがってよ。じゃないじゃないじゃない、この、うん、あれが聞こえなかったから。あ、なるほどね、ヘッドフォンがね。ヘッドフォンからの、はい、はい、ということで無事に始まりました。始まりました。はい、はい、どうも、オーシャン応援団のお聞きの皆さん、あ、こんばんは。こんばんは。ねえ、なんかちょっとエコーかかってない？かかってる？うん、かかってるよ、ほら。今は？今かかってない。はい。え、なに、久しぶりすぎてちょっとグダった？うん、うん、じゃない、これ全部聞こえないから聞こえなかったから何が起きてるか全然わかんない俺耳元で。今聞こえるでしょ？うん、大丈夫ですか？大丈夫、今大丈夫ですよ。はい、はい、ツイキャスも始めてますんでよろしくお願いします。どんどんね、見てください。はい、ということで始まりました、オーシャン応援団ですね。ラジオ木の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、今宵も FM ルボから生放送でお届けしております。僕ら吉本沖縄芸人 OCEANオフシャンです。よろしくお願いします。はい、大丈夫、やっと聞こえた。え、お酒飲んでる、りょうち？飲んでない、飲んでない。大丈夫？まあ地元だからね。あ、なるほどね。飲みながらブラッとね。はい、まあラジオの名前の通り応援団というものが入っております。はいはいはい、はい、応援するということは素晴らしいことでございます、うん、だから僕らオーシャンがラジオを通してうるましい緊張をはじめ41市町村を応援していこうと。おいいね。そして41市町村の人々にオーシャンを知ってもらい応援していただこうというオーシャンによるオーシャンのためのラジオ番組でございます。わー、行きました。ましたね。はい、メールファックスもね、どしどしお待ちしております。はい、メールの方がですね、868@fmurma.com、 868@fm-urma.com となっております。はい、よろしくお願いします。はい、ファックスの方がですね、はい、098-965-4868、 098-965-4868となっております。はい、よろしくお願いします。ツイキャスの方もですね、僕今回はまあ僕オーシャン新規の方でツイキャス検索してもらえれば、はい、モイ配信中ってやつやってるんでねモイを探せばいいんだね。そう、モイを探せばね、はい、今ツイキャスでやったと思うんでよろしくお願いします。お願いします。新規のところでモイを探してください。モイを探して、まあ一応ツイキャスのなんかね、探すサイトみたいなので あるんだ。オーシャン新規ってやれば多分出てくるはず。そんなあるんだ。まあ分かんないけどさ。マジか、お前適当で言うなよ、おい。はい、びっくりした。いや、急にだけどさ、伊波かおりさん可愛いな。ここにね、まあ今後ろの方で働いている伊波かおりさん、FM ルマでトップ張ってる。そう、あの人、え、ミス沖縄でしょ。だからか。そりゃ美人だよ。綺麗だわ、もう。緊張したんだよ、俺今さ、久しぶりかね、うんうん、まあ別になんて言うんだろう、伊波大さんをディスってるわけじゃないよ。伊波大さんはいつも安心感を与えてくれるね。まあまあね、いつもね、FM うるまのなんかそう、お兄さん的な、うんうんうん、やっぱり今日久しぶり僕ね、かおりさんを見てね、こんにちは続きに、あ、どうもちょっと照れちゃった。普通に照れちゃったんだよねいや、大きいかなと思って な。やっぱあれだよ、綺麗な人に会うとさ、うんうん、なんかテンション上がるし、なんかいいらしいよ。え、何が？綺麗な人に会ったら、うん、その自分の中の、うん、まあいい意味でのアドレナリンっていうか、うん、フェロモンっていうかなんか出て、おー、そうなんだ。なんかその自分をね、うん、盛り上げてくれるっていうか。そう、そうなんだ。だから別になんかその綺麗な人に声かけるとかそんなんじゃなくても、うん、綺麗な人を見れたけど、見るだけでね。そう、だから男の人ってさ、うん、本能的にこう彼女と歩いてても、うん、綺麗な人通ったらあってなるらしい。じゃあそれは本能だから。それは本能だよ。そんなね、うん、責められることはないんだよね、じゃあ。そう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 、本当はな。誰にも止められないよね、聞いてる世の中の女性ね、ぜひね。あとね、ハグとかキスでもね、うん、ストレスがだいぶ何パーセントか和らぐから、ね、マジで。え、それは男子にとって、うん、女子にとって。いや、これは多分人類じゃない。人類みな人類みな、人類みな多分ハグとかで、ハグとかキスとかで、キスとかでやっぱストレスが若干何パーセントかだよ。でも、あ、それは本能なのかもしれないな。やっぱそういう作りなんだよ、この人間自体が。そっか、うん、じゃあ例えばだからハグしたい、キスしたいだ、うん、そうだね。一番それを素直に出せてるのがもしかしたらアメリカ人かもしれないね。そう、多分アメリカ人ストレスないよな。
いや、あるよ。みんなハーお前アメリカ人なんだと思ってる。一応な、あの人たちはね、うん、まあ、確かにハンバーガー歩いて食いながらさ、うんうん、コロナもあれ見てるだけでもストレスねえなって思うもん。だろうな、うん、もうなんか楽しそうに生きてんねえわ、うん、世界はパーティーだからな。かっこいい名言のことな。そう世界はパーティー、世界はパーティーなんだよ。いいな、常日頃からパーティーピーポー、もうパーティーあげあげでな、酒飲みながらふーっつって。最近どうよお前の一日は。いや俺ね、うん、昨日久々に、うん、もっとも働いているあチャタンスナベにある、はいはい、ザ・ブルックっていうザ・ブルックねバーで働いてるんだけど、懐かしいよ、うん、懐かしいじゃん。お昼はなくなっちゃったんだっけ。お昼がねちょっとねランチの方がねなくなっちゃって今夜だけやってるんだけど、ディナーだけやってるんだね。そうそう、そこでね昨日働いて働いてて、おまあ月曜日って基本あんまりお客さん来ないんだけど、うん、あまあまあそうだね、飲食店は結構難しいじゃん、暇な部分あるもんね、うん、うん、しかも夜なで、まあ、まあ月曜日の割にはぼちぼち来て、うん、で、まあ、大忙しだったんだけど、うんうんうん、そしたらあの社長が来て、このブルックのね、うん、あ、ブルックの社長、ブルックの社長さん来て、はいはい、うん、で、今日はもう閉店だっつって、おなんか陽気な人だっけ。もうなんかお酒も飲んで暇だから閉店だってことか。じゃない、忙しくて、うん、もう今日の売り上げ分は達成しただろ、閉店だ、海賊です。海賊だな、そいつな。そう、ブルック自体が海賊っていうこのなんていうのテーマでやってるから。なるほどな。そう、うん、海賊ピザとかいろいろ海賊国旗とかあるんだけど、で閉店だっつって、よっしゃ上がりだっつって、ほんと 2,3 時間前に上がって、うん、よっしゃってなるさ、うん、で帰りよ帰り、うん、車に乗って、うん、俺よっしゃもうじゃやりたいこといろいろやろうと思って家で、うんうん、時間もあるし、うん、でこう車走らせてたら、うん、ギュル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 ってなるわけよ、ずっと。ああ車がね、ずっとギュル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 ってなって、なんだなんだと思って、なんだ本当に、とりあえずガソリンスタンド寄って、ガソリンスタンド寄って降りて、降りて周りを見渡したら、周りを見渡した、え、車降りて周りを見渡した、え、車の周りをね、あ、車の周り降りて周りを、びっくりした、お前何がしたいんだろう。そうだ、俺何がしたい、本当にあいつ何やってんだってなるだろう。そしたら見事にタイヤがパンクしてて、あら、なんかその前兆あったよな、前々から。あったさ。そう、なんかね、領事の車乗っててもなんか、うん、ガゴンガゴンガゴングーっていう、なんかすごいさ、もうジブリでも出ないような音が鳴ってさ、何この音みたいな。そう、なんかいろいろとガタは来てたんだけど、で、ま、もうタイヤが綺麗、見事にパンクしてて、あら、ネジがね、突き刺さってんのよ。あら、うわってなって、うん、でもう直すって言って、もうスペアタイヤ取ってこう直して時間かかって、結果2時間ぐらいそこで立ち入るっていう。あら、なるほどな。そう、いやでもプラスに考えたらさ、うん、仕事が終わってパンクに気づくよかも、うん、仕事を早めに終わらせてパンクに気づいたっていう、その、うん、あ、なるほどね、幸せな2時間だよお前、それな、幸せな2時間なのか。いい方向に考えてたらね、ましてもよ、うん、なんか俺直し方、ネジの回す方向とかが分かんなくて。あ、そうだな、お前なんか思ったよりなんだよな。そう、ギャップギャップ、やっべえと思って、うん、ひたすらこう右へ左へこうやってたら、うん、全然回んないのよ、うん、でガソリンスタンドの店員さんが遠くの方からトコトコトコって歩いてきてて、俺がこうタイヤずっとこういじってたら異変に気づくさ。何やってんだろうあいつと思ってな、途中からそいつやべえと思ったんだ、下向き出して俺と一切目も合わさずに過ぎ去ろうとしたのよこいつ。え、どういうことどういうこと。ガソリンスタンドの人が俺がずっと作業してて、多分帰る途中だ、もう上がりだったんだろうな、この人は上がりね、うん、そしたら面倒くさいことに巻き込まれると思った。なるほど、途中からずっと下向きながら俺と目も合わさずに、もう絶対にこの声をかけるなオーラをな。そうそうそう、しかもちょっと早足になりながら、うん、声かけたよ俺からも、うん、ちょっとお願いします手伝ってくださいで、どうだ、大丈夫だったので、ネジの回し方教えてもらって、うん、一応不愛想だったのよ、うん、あ、時計と逆回りって、うん、まあ、そうだよお前、ネジの回し方男の子は知っとかないと。いやいやいや、まあ、だってお前逆にだよ、うん、ね、今彼女いないかもしんないけど、うん、彼女いて、うん、ね、いて、うん、お前さ外で、うん、こうさネジ、彼女のタイヤがパンクしてる、領事ごめん助けてって電話が来て、うん、まあお前も多分さ、そこは優しいから、うん、任しとけみたいな感じで行くと思うよ、うん、行ったところでお前ネジ回せんかったらもう
終わりだよ。いやいやいや、そこで女子が、あ、ネジ回してない男の子可愛いってなるわけないだろ、お前は。なるだろ、お前、ギャップ。ギャップ、変なギャップ。ヒゲも生えてワイルドな男がさ、ネジも回せないんだよ、俺。ダサってしかないよ、お前。何これ可愛いってなるだろ。うわ、こいつダサってんね。ネジ回せない系男子。お前、だってお前、作業服、何がネジ回してない系男子だ、男子だよ、俺。どっちかってお前、作業服つけて総系男子だ。ちょっとな、汗をかいて、ちょっと。そう、ちょっと汗をかいてさ、汗が似合うよ。汗が似合う。何インドはかましちゃってんの。おかしいでしょ。そうで、治ったの、その。まあまあ治って、まあでも本当に4方向全部なんかちょっと危ないんだけど。でまあ一応な、俺もさ、この移動距離あるじゃん、最近ね、移動距離で、結構ガソリンスタンドの人にもう多分そろそろやばいよとか言われるわけ。言われるよな。あ、でも金もないからな。そう、なんかこうタイヤをさ、買ってくれる人ちょっと探さないで。ぜひね、ここにメールくれたらね、私タイヤ買いますよ、タイヤありますよとか、うん、うう本当に安いところを知りたいな。それ教えてほしいな。教えてほしい、情報を求む。さすがにタイヤもらうっていうのやりすぎだから、求む求む。なんていうんだろう、そこタイヤ安いですよとか、そういうのを求むんですけど、今日メール来てる？結構メールの方がですね、はいはい、あ、来てる来てる。お、ありがとうございます。18日だよね。はい、今日は18日ございます。はい、来てます、はい、やった、読みましょう。ありがとうございます。あら、これ違うやつだ。違うやつかい。おい、はい、来た来た来た。オーシャン応援団のお便りありますか。はいはい、よろしくお願いします。お、待ってね、じゃあ。おう、いいよいいよ。はい、行きましょう、はい、ありがとうございます。オーシャンだぜ、ボンボボンボボンボン、オーシャンだぜ、ボボンボボボボンボン、今日も皆に情熱を送るぜ、はいはい、素敵な俺らよろしくね。吉本沖縄の微笑みの癒し系、盛り上げたいなら俺を呼びな、な、新規さん。はい、どうも、パーティーやろうです。吉本沖縄のいい声担当、はい、イラストから世界を切り開くぜ、ちびっこよ、俺とアートを楽しもう、な、りょうじさん。ありがとうございます。めっちゃかっこいいな。なんだなんだ、こんばんちゃば、こんばんちゃばちゃば。ちゃばちゃばね。最近仕事忙しくて、暑さで脳みそ溶けかけなのか、ごま入り黒糖を、ごまエビ黒糖と聞き前、違えた小さい沖縄市民やいびん、うき、モンチッチさんかな。はい、モンチッチさんでね。しかしお前また読むの下手くそだな、文字をな。難しいな、早口言葉かなと思って。これちょっと俺が読んでみようか。ああ、見て、読んで。俺ちょっと眼鏡かけて読んでみよう。いやいやいや、読める。はい、じゃあもう全然読めるよ、ほんとにね。じゃあ多分ここら辺から、ここら辺から、最近忙しくて暑さで脳みそ溶けかけの中、ごま入り黒糖をごまエビ黒糖と聞き間違えた小さい沖縄市民やいびん、ウケと。ああ、いい。今月でマジムナイト終わりですねって。ああ、確かに思いますね。そうだそうだ。はい、なんか寂しいけど芸人さんたちには負担がかかるから、負担が減るから嬉しいもんちっち。でもやっぱり寂しいの。そういえばよく考えたら、今って夏休みでしたね。社会人になるとなくなってしまう楽しい夏休みと、家はやはりね、宿題に苦戦しましたね、ということで。なるほどね、確かにね。頑張りノートだったり、風景画だったり、感想文だったり、絵日記だったり、ラジバンダリーと。ぶっこんできたね。あの頃は嫌だったけど、今となれば懐かしいです。お二人は学生の頃、夏休みの宿題や夏休みの思い出など、夏休みこんなんだった的なことありますか？今日もラジオ聞けないけど、最後までラジオちばりよ。最近、アンパンマン幼児用ビスケットにはまりつつある小さい沖縄市民でした。またのーということでね。なるほどね。はい。いや、夏休みか。まあ、そうだな、もう。欲しいな。忘れてたわ、夏休みってこと。な、なあ、もうないわ、夏休みやな。ないもんな。もう卒業したらそんなもんないもんな。あ、欲しいな、夏休みな。でもな、どう、もしじゃあ今さ、夏休みじゃあ1週間あげるっつってボンって出されたら、やばいな。宿題もないわけだから。宿題もない。でもそれはそれでさ、逆にやることなくならない。なんか普段もうやること決まってるというか、なんかこうお化け行ってとか、なんかあるからね。いざパッとなくなったら1週間もな。そう、1週間もいらないんだよな、逆にな。ないものねだりだよね、結局。多分それだよな。多分1週間さ、夏休みもらったところでさ、本当に俺多分ね、もう1週間で7日でしょ、4日ぐらいはさ、もう家でなんかずっとテレビ見てるやつ。やっぱもったいな。でしょ。もったいないな。まあでも友達とも遊ぶけど、確かにね、友達もさ、友達で、まあ、周りもやっぱ仕事も始めてた、そんな夏休みなんてないわけね。時間自体が合わないからな、周りとな。だからな、なんか何もないはずな、もしかしたら。でも
離島に行きたいっていうのはあるな。離島に行って、うん、なんかこう1、2泊してこう帰るみたいな。ああ、なるほどね。やりたい。それもまあ大切だな。そう、なんか楽しそうじゃん。まあフレッシュでも、まあそんな息抜きするぐらい忙しくないでしょ。まあそれはあるけど。そうだよ。じゃない。もっともっとさ、なんかもうお互いをさ、うん、もうはあ、もうパニックパニックとか急に口ずさむぐらいよ。急に、うん、やべえなこいつ、いよいよだなって、いよいよだなって思うぐらいじゃないと多分休みってな、もらっちゃダメな気がするんだよね。確かにな、そんな甘い考えでな、あ、息抜きしたいっていうのはあるんですけどもね、はい。まあでもちょっとそろそろ曲もいきたいなっていう。曲いくか、じゃあ早速、はい、りょうさん曲お願いしますよ。はい、それそれではいきましょう、はい、キラ&チェホンで Life Goes On、はい、ということですけども、はい、お届けした曲は、はい、キラ&チェホンで Life Goes On でした。キラ&チェホンか、なんかあれだね、新しいね。ねえ、 Life Goes On、 これ昔のやつ。うん、結構最近の。あ、曲自体は結構前かな。あ、ほんと。そうそうそう、なんかいいですね。はい、まあということで FM ルマオーシャン応援団ね、はい、FM ルマの方からお届けしておりますということでね。よいしょ。はい、メールもどんどんくださいね、ほんとに、ね、
何でもいいです、内容に関しては。待ってます、待ってます。もうなんかディスりとかでもね。ディス、そう。お、オーシャンに対して、お前らオーシャンは、うん、おー、なんだ最近太りやがってみたいな、はい、そういうのもないよな、はい、っていうかそうだな、ディスとかがあんまないないや、なかなかディスを送る人もまたディスを送る人で勇気は必要だと思うよ。いや、その勇気をね、ちょっと見せてくれなんでな、 M じゃん俺たちも。向こう側の皆さん、はい、勇気を見せてくれ。そう、いや、いや、ちょっとヒップホップ風に今日なってるけどさ、でもあれだよ、あのね、俺最近さ、うん、あのいろいろ出会いがもうすごい。え、どういうこと？これはどういう出会い？いや、もういろいろミュージシャンやらアーティストやらさ、いろんな人に出会ってなんか、もう刺激がすごいの最近俺ね。そう、刺激 X。刺激、いや、まあ、ごめん、そこまであのしょぼい、しょぼくはないけどさそれと刺激 X と一緒にしないでほしい。久々の単語だったから、新規の刺激をさ、刺激 X と一緒にしないでほしい。何その、何、どういう、どういうやつ。最近ね、うん、木名小吉に会ったの。あー、なるほどね。そう、そう、前、前、前回話したよね。あ、俺の FM ルームで、うん、前回木名小吉、あ、話したか。リューターがなんか肝だった。それか。話したわ。てへへ。まあまあ、木梨昇吉さんと。もあったでしょ。うん、で、なんか今日もほら、オキラジでさ、うん、めちゃくちゃすごい人に会ったでしょ。ああ、うん。木島さんとか。木島さん ね。なんかまあ、すごさを伝えるんだったら、うん、ね、あまりにもちょっとさ、文章が長くなってしまいそうだから、うんうん、そのすごさを表したら、うん、まああれだよ、あの、セロだよ、セル。セル、ドラゴンボールの、ドラゴンボールのセルな。セル、あのね、じゃあ分かったわ。もっとじゃあ分かりやすく、じゃあ、うん、悟空がまだね、尻尾生えてる時にセルに出会ったっていうぐらいの。なるほどな、そのさってこと、なんか強さってこと。そうそうそう、強さ的に。なるほどな、俺見た目は言える。何？ワンピースのジンベイだな。あー、ジンベイだ。完全にあれ、海峡のジンベイだったよな。海峡のジンベイだわな、うん、男気あふれるっていうかさ。そう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 、もうすごかったな。やば、なんかな、ドーンとしてたよな。そうだな、出会いな、出会い、出会い、やっぱりそういう繋がりって大事になってくるからな。そうだよ、本当にね。そうそうそう、まだこういう俺たちさ、あの、うん、なんていう、そういう世界にね、入ってさ、うん、もう右も左も分からないままさ、いろんな人に出会うんだよね。そう、出会うけど、うん、出会うけども、けども、ね、もういいんだよ、もうそういう人に出会ってどういうことだ。何が、そういう人に出会っていいんだよ。いいんだよ、だからさ、右も左も分からないから、うん、一歩ずつ階段登っていこうぜみたいなことになるけど、うん、そういうことじゃないと思うんだよな俺。もうバーンと出会って、出会ってね、うん、まあ、一歩ずつ階段登っていくのはもう俺たちのその力加減の問題ですけども、うんうん、あのですね、もうさ、もうすごい高いところにいる人とかにも出会うでしょ今。出会うな、このね、俺たちの今の生活っていうか、沖縄か月にいて、うん、すごいんじゃないですか。平気でな、もう、そう、今までテレビで見てたような人、テレビで見てたような人とか、とかと ね、 ね、もう出会うわけじゃない、ね、CD で聴いてた人だとか ね、うんうんうん、ね、出会うわな。 DJ 香里さんとかとも出会ったさ。そう、まさかの出会いだったな、うん、ビビったでしょあの時、うん、まさか俺23年間生きてて、うん、まさか絶対出会わないと思ってたから。そう、絶対出会わないと思ってた人とも、もう出会うでしょ。出会う。ねえ、なんかやっぱそういうのって恵まれてるよな。恵まれてるな。チャンスだよ、チャンス。そう、だからそういうのをやっぱ大事にしてね。大事にしていかないといけないんだよね。どうにかね、何かに繋げていかないと。うん、そうそうそう。やべえよ、DJ 香織さん。聞いてる？聞いてて聞いてて聞いてて、ねえ、まあ、本当にね。うん、いやね。だからこの FM ウルマもさ、あの、行事があれでしょ、うん、伊波さんとの出会いで繋がったんでしょ。そうだな、この映画祭の CM とかで。うん、あの人に出会わなかったら今の俺たちはないわけであって。そうそうそう、ね、あの人と出会ったからこその今の俺たちがあるっていうか、うん、なんか今日ちょっと詩人っぽいな俺な。どうしたどうした。なんかさ、あの、最近ミュージシャンになりたいんだ俺。おお、アーティスト。いいな、それ。目指せアーティスト。なんかでも今のセリフ的にちょっと真面目な、うん、もう完全にお前パーティー野郎抜けたな。いや、でもさ、最近さ、うん、まあね、常日頃からパーティー野郎はダメだなと思って。あ、何、チャラい感じはダメだと。いや、チャラい感じ、そうだな、まあ、うんうんうん、もっとちょっとあのさ、真面目なことも言える大人になろうって。な、 なるほどね、もう大人に、うん、そう、うん、まあでもな、確かにその真面目なことを言って、うん、まあ、うるま市内にあるさ、うん、小学校とかに呼ばれたいんだよ、もう。なるほどな。そうで、子供たちに伝えたいの、うん、ね、いいか、大人になった方が楽しいぞっていう。残念だな、お前たちっていう。いや、俺子供の頃が楽しかったな。楽しかった、子供の頃って何も考えなかったさ。
いやそれはちょっと違うぞ。うっそ、うん、何も考えなかったじゃないんだよ。無限に考えきれたんで、いろいろ。なるほど、発想がね。そう、発想がね。そうそうそう、今大人になってね、いろいろルールとかいろいろ分かるようになってきたからこそ、うん、なんかさ、その見ている夢とかも狭められて、うん、で、結局俺たち芸人になりたいってさ、うん、まあその変な話だけど、うん、ね、これね、新規なりの考えですけど、お結局社会から外れようとしたら芸人になりたいってなったでしょ。確かに、うん、あ、うん、そうだな。そう、なんかこういう真面目にもうちゃんとした道を進むんじゃなくて、うん、まあちょっと外れてるからこそ芸人になりたいってわけ。でも子供の時ってさ、うん、普通に仮面ライダーになりたいって言ってたさ。言ってたな、うん、でも大人は別に否定しないし、うんうんうん、おお、そうか、頑張れよ、頑張れよってな。ウルトラマンなりたい、おお、うん、そうか、いいな、たくましいぞお前と。消防車なりたい、でもああいいよいいよってなるからな。そうだよお前、小学校さ、1年生のやつがさ、公務員なりたいとか言った方が逆に心配でしょ。確かに。んどうしたお前って、ってな、この時期に安定を学校で何があったのってなるわな。そうそう、いやでもね、うん、それもそれでいい。だからな、あのなんかやっぱ子供たちにさ、今、うん、今日ちょっと真面目な回になっちゃうかもしんないし、うん、わかんないけど、子供たちに伝えたいのは、うん、あの夢を持ちなさい。あ、全部に興味持って OK、 悪いことからいいことから、うん、やってみて悪いことって気づくかな。何でもいいんだよな。そう、まずは持つことだよな。そう、持つこと。変な話ね、タバコ吸ってしまって、うん、あ、美味しくないって、うん、それはもう悪いことだけど、うん、ちっちゃいね、未成年タバコ吸ってしまったら、うん、うわ美味しくないって悪いことだけど、やってみなきゃわかんないからな、うん、わかんないよな。そう、いいんだよ、もう、うん、縛られすぎてちゃダメだよ。そう、でもね、さすがにやっぱ人の道は外れちゃダメな部分もあるけどね。うん、まあ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 、どうあるけどね、うん、人の道は外れない程度に人の道を外しなさいだから、うん、あ、おー、今日かっこいいな俺な。来たな、おい、なにこれ、レゲエ、なんだよ、RAGGAE レゲエレゲエ、RAGGAE。 いや、だからさ、うん、そういうことなんだよ、最近俺さ、お腹空いてたらこういう真面目なやつになっちゃうわけ。なるほど、じゃあ今お腹空いてるんだ。もうとんでもなく極限に、極限にね。そうそうなんだ。そう、 お腹空いてたらこういう真面目なこと言いたくなっちゃうのよ、たまに。なんだそれ、変な変な癖だな、おい。そう、あのね、そういう真面目なこと言っとけば勝手にご飯が出てくるんだなと思って。いや違う違う違う、うん、違う、違います。いや、なんだろうな、腹減った。確かに目の前にハンバーグ型の CD 入れがあるからな、これな。そうだよ、もうちょっとしとくわ。え、どう思うの、りょうじはさ、何が、あのこのご時世、あのやっぱ夢見た方がいいと思う、お前、うん、芸人になってよかった。なってよかった、よかった。てか、もともとね、小学校からの夢だから、俺自体が芸人がね。そっか、そうだから、なれてよかったし、まず夢持ってない人が多いからな、周り。まあ、そうだな、うん、何したい、なんか将来どんなことしたいって言ったら、何がしたいんだろうみたいな。まあでもそれは夢持ってないっていうか、まだ夢見つけれてないのかもしれない、ね、そうだからね、ちゃんとでもないけど、まあ、うん、ね、それが正解ではないからさ。今ちょっと俺がちょっとアーティストっぽいこと言っていい、じゃあちょっと。ダメ。なんでなんで否定すんな、バカお前。ダメ。アーティストっぽいこと言わせろお前。わかった、じゃあいつ言っていい。そう、今はね、え、いいも大丈夫、エコーかけないでいい。今はね、みんなね、うん、かくれんぼの鬼なの。ほう、そう、かくれんぼの鬼、うん、そう、みんなかくれんぼしてて、うんうん、で、たまたま俺らが見つけただけ今。芸人っていう夢をね、見つけただけ。芸人っていうやつらを、やつらを見つけただけ、うん、なるほどね。そう、たまたまね、うん、そう、だから別にさ、あの本当に今から例えばね、30歳になって芸人になろうっていうやつほど、うん、うわこいつアホだな、遅いよとかは思っちゃダメだと思う。そう、もうそっからライバルだから俺たちの。人の夢を否定したらダメだからな。そう、あね、ワンピース黒ひげが言ってたでしょ、うん、マーシャル D ・ティーチが、おー言ってた、ね、あのあっちでジャヤで言ってたでしょ、ゼハハハゼハハハハつって、もうさ、お酒飲んでチェリーパイ食いながらパン、あ、人の夢は、あ、終わらねえ。それ歌舞伎町だったっけ、ティーチティーチ歌舞伎になってる、わかんない、俺漫画でだったからさ、うん、あ、自由だから、それ音声は自由だから、うん、確かにな、あ、人の夢は、うん、あたたたたたた、終わらねえって言ってたでしょ、うん、YouTube で見ろお前は覆されるぞ、何もかも。俺それ見てさ、うん、もうすごい、あの感動しちゃったんだよ。あ、なるほどね。ワンピースって漫画すごくないね。ワンピースすごいよな、うん、で、最近のさ、うん、テレビ見た、最近やりすぎ工事都市伝説スペシャル、何何何やってたんだ。やってた。 D の石はあった。え、どういうこと、現実に、現実にあったんだよ、 D の石は。おー、俺これ話したらね、命狙われるかもしれないけど、うん、もう言いたいから言う、お腹空いてるし、やば、うん、お前に急に赤い点ができたら俺、あ、ってなるかな、スナイパーに新規狙われてるとか言えよお前。チェン、あったんだよ。何何、 D の石は
な、どういうことだろう、それは。ワンピースとこの世界は多分つながってんだよ。この世の中、世の中、じゃあ小田栄一郎さんがじゃあそれに気づいたと。そう、小田栄一郎さんはね、うん、多分すごい人だよ、あの人は。すごい人、うん、歴史に名を残すぐらいすごい人だよ、絶対。確かにな。そう、いろいろなものに気づく化け物だよ、あの人は。もしかしたら見るものが違うのかな、うん、俺それを今さ話していいのかどうか分かんない。あ、だからさ、みんな調べて。B の意思はあったって。続きはウェブで。そう、続きはウェブで。もう、ね、今何クリックのってやつ。ああ、そうそうそう。で、ちょっとお前、そういうのいいな。じゃあ、何、効果音みたいな。擬音か。チュッみたいなね。あ、これ何、これ何。ツイッターの更新の。あ、チュッチュッ。あ、いいな、いいな、いいな。そういうのね。お前、そういう擬音さ、一人で練習してるんだったら、うん、もっと出さなきゃ、表に。いやだよ。何、いや、お前芸人だろ、お前。なあ、秘めてたよ、俺は。いろいろだから秘めてるもんあるよ、絶対。多分俺あるぜ、うん、うん。これ言いたいけどさ、うん、言えない自分がいるとか。まだだから、お前あれだよ、うん、臆病もん。あ、俺臆病もんか。そう、まだお前臆病もん、うん、まあ、出していかないとな、やっぱ芸人だからな。そう、ぶっ放していこうぜ、うん、ぶっ放し。今日言ってたら、今日言われたな、うん、ぶっ放していこうって。波動砲をぶっ放していけよ、つって。そうな、お前たちは、うん、な、あの、たまたまゾーンが、ゾーンっていう、そのさ、集中したらいける空間、うん、ゾーンね、そのゾーンにたまたま入ったからって浮かれちゃダメだと、うん、そのゾーンを出してからこそプロだって。自らの意思で出せるようになってからって言ったかな。非常に心打たれましたよ。なるほどな。俺意識改革高めないといけない、ね、だからお腹空いてんだと思う、俺。ほんとそれは関係ないよ、俺。それはもう体の構造上やっぱね。でも波動砲ってなんだろうな。波動砲わかんない、お前。何、波動砲って何。波動砲ってあれで、宇宙戦艦ヤマトが撃つやつで。あ、なるほどね。波動砲発射っつってバーンって撃つでしょ。うんうんうん、あれ波動砲。どうやって俺ら放ってばよ、波動砲。ん、波動砲持ってない。で、それ人間、お前もう本当にこれを説明しないといけない、リョウジ。ラジオ始まる前にやっとけばよかった、お前。持ってねえ、俺なんか。そう、ワンピースでも、うん、ナルトでもいろいろあるでしょ、うん、チャクラ、覇気、うん、ね、うん、気というものが存在するね、うん、気ね。その波動ですよ、うん、まあハンターハンターでしたら念ね、ね、まあいろいろその言い方は人それぞれね、文明文化全然違う人それぞれありますけども、ね、その分かる、持ってんの俺たちは木を。木をね、ね、ちょっと怪しい団体の話っぽいですよ、今。な、そう、いや、それはもう夢だよ。俺も出せると思ってんもん、カメハメハ、いずれ出せるよ。ちっちゃい頃はね、うん、誰しもが思うよ、手が伸びるとか。そう、いや、手が伸びるは俺思わなかったけどさ。マジか。それは中の身を食って手が伸びるとしか思ってないけど、うん、出せるんだよ、カメハメハ、ビーム。ビーム出したいもん、まだ23歳になってさ、うん、ビーム出したいんだよ、まだ。そういう気持ちはだい、どうした、うん、ねえ。そう、今今日目悪いからさ、俺こうやっていろいろツイキャスとかの画面なんか更新されてるかなとか思って見ちゃうんだよね。いや、でもメールがもね、うん、まだ来てないみたいだ。あ、まだメール来てないの。そう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 、バンバン送ってんね、いいよいいよ、みんなね。でも聞いてる人はいっぱいいるよ。聞いてる人がいればね、全然いいからね。聞いてる人がいれば世界はつながる、うん、ね。いや、最近の女本当にすごい人出会ってさ、うん、なんか考えが変わったっていうかさ、うん、もうお腹すいたわ。やばいな、それしか言ってねえな。そういえば甲子園見た。あ、見た、おこな、やば。おこな、やばいな。おこな、やば。おこな。いや、俺ね、おこえだよ、おこえ。あ、おこえ、おこえだよ、コロナみたいに言ったけど、おこえだよ。おこなってなんかいたよな。おこな、誰だよ、なんかおこなっていたんだよ。ジョンコナーかな。ジョンコナーだ。ジョンコナーだ。ジョンコナーだ、俺が思ってんの。おこえだ。おこえ選手。やばいな。いやね、俺ね、あのさ、俺、たまたまね、うん、なんか、その甲子園を見てたの。うん、ね、甲南対関東第一だったっけ、うん、こうね。ね、3対3、うん、同点。そう、なんか接戦だったんだよな。9回の表で俺見てたっけ、うん、ずっと。あれ甲子園って、俺で、あのね、うんうん、これ聞いてる人にちょっと怒られるかもしれないけど、うん、あんまり甲子園興味なかったの。まあな。今まで、うん、自分の代、甲南高校が優勝した時も、うん、見てなかったの、俺、甲子園。俺も。でしょ、うん、あんま興味なかった俺。興味なかった。でもあのね、今日最近見たの俺、うんうん、あの江南高校対関東、うん、関東一か関東第一か、うん、見てて、で3対3、うんうん、同点9回の表お、でこれちょっと見ないとなっつってたまたまテレビつけた時に大声選手が出てたの、うん、バッターだ打席に、あバッター打席に大声選手、うわ何こいつ打ちそうと思って、そう俺も俺見てたわけ、打っちゃったなあ、あの回でさ、そう9回表で打つか打ってホームラン、うん、やばくないね。やばい。じゃあね、俺途中、いや最初から見たのよ、うん、このバイト先で掃除しながら。あ、お前最初から見てたっけ。見てた見てた。じゃあオコエ選手が、うん、あまり打てなかったわけよ、うん、なんかこの9回まで、うん、で
まあこいつ面白いなと思って、面白いな、血に打ちそうやし、もう、おうおう、なんか外国人の、なんかもう、うん、いかにもね、こう、そうだよね、もしかしたら他国籍が、なんて言うんだろう、その、そう、あの、あれでしょ、呼ばれた選手的な、そうそうそう、なんかね、助っ人、助っ人外人みたいな感じでしょ、でも全然こう結果がね残らないから、うん、そう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 、まあ大丈夫だろうと思ったら、うん、パッカーンよな、すごいな、まさかのあそこでホームラン打ってくる、でもさ、その後にまあ5対3になって、うん、5対4になった、その4点目見た、見た、俺ビビったわ、本当に4点目勝つんじゃないかと思って、そうで、こうなんてね、今まで何逆転してきたんでしょ、そうそうそう、そういうのがやっぱ今まで逆転、うん、途中で逆転して逆転してっていうのが2回続いたんだけど、そう、今回もと思ったら、いや、まああれはもう相手の選手を逆に称えるべきだよね、まあ泣いちゃうぜ、悔しいけどさ、すごい、うん、すごい悔しいけど、本当にいい試合を見せてもらったよな、いい試合見せてもらったな、うん、いや、あのなんかさ、やっぱあっちに出てる選手ってさ、本当に一個一個のミスとかがさ、もう全部自分の記憶に残るじゃん、うん、絶対な、な、うん、もうありえないぐらいのプレッシャーの中で戦ってるさ、うん、すごいかっこいい、ピッチャーだってそうだよ、うん、ピッチャーだってそうで、まあもうそれをさ踏まえた上で、この甲子園に行けなかった人、うん、ね、うん、そいつらの一試合一試合もすごいんだよな、多分な、多分すごいよ、全部ドラマがあるんだよな、うんうん、全部その人たちのストーリー、全部ルーキーズだよ、ルーキーズ、全部、泣いて笑え強すぎに、あ、そっちか、そうね、あ、ルーキーズ、ルーキーズだな、ルーキーズだな、かっこいいわ、いやもう本当にね、いい試合だったよな、オコエ選手 VS 江南高校だっけ、いや、ちゃう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 、お前オコエ、お前もうすごい、お前それハンマーユージロー VS アメリカ合衆国みたいな一体あったけど、お前一国 VS 一人っていうハンマーバッチでね、俺漫画見て笑ったわ、さすがに一人で笑ったんだよ、俺漫画見て、どうなんだよ、いや、ハンマーユージロー強せよやっつっていや、だからオコエ選手もすごいよ、多分すごい、でもあのオコエ選手だってプレッシャー多分すごかったと思うよ、まあな、うん、もうほんと9回表だったっけ、そう、9回表、お前打たなきゃっていう、もうさ、たぶんすごいみんなのさ、うん、だってバックスタンド、なんてあのさ、うん、観客席からさ、うん、お声コールが来たんだぜ、わあそこで打たなきゃって思ったし、うんうん、ね、思ったと思うよ、たぶん、うん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 、で、そこで打ったチャンスに強い男だよ、うん、ね、ほんとにすごいわ、こいつ多分だから席替えのじゃんけんとかも多分強い、奥江選手ね、絶対後ろ当たるよな、絶対後ろ当たる、絶対後ろ行く、俺は後ろじゃなきゃダメだ俺は後ろじゃなきゃダメだっつって、やっぱ奥江は後ろっしょとか言ってる人で、奥江やっぱ勝つんだ、勝つんだよ、なあ、そういう持ってる人いるんだよな、いやでも持ってる人いるっていうのはすごいな、報われた時だな、あれな、うん、で俺も持ってるなって思った時が一回中学ぐらいの時あって、ほんと、そう、なんかよ、うん、中学、石川ってヤンキー多いの分かる、あ、そうなんだ、うん、ヤンキーが多いのよ、結構ヤンキーが多いわけね、ヤンキーが多い、なんかもうゲオとか行ったらもう、うん、ね、金髪のロン毛の女子女子とか、うん、ヤンキーの女子とか、まあまあ見た目がそうでしょ、うん、でもまあまあまあこうたむろしてるやつらとかってやっぱそう思うさ、あ、まあ思うな、なんてな、うん、うわ、ヤンキーいるわとかな、そう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 、怖いもんな、そんなのがいっぱいいってから、うん、中学の時に、うん、こう俺自転車でこうね、うん、友達と、うん、ある、あの走ってたのよ、うんうん、そしたらあの学校先輩がね、うん、ちょっと待てよおい、止められて、止められた、おい、いいもん乗ってんなっえ、その自転車、うん、自転車にいいもん乗ってんなっつって、いいもん乗ってんの、やべえお前、そう、俺らもうピンチさ、お前大ピンチだよ、そう、終わったなってなって、おで、ちょっと貸せよっつって、おう、でそこらへん乗り回すだけだからすぐ返すわっつって、もうそれもう嘘さ、もうまあまあそうだな、うん、これを貸してしまったら二度と戻ってこないそう、絶対もうくれよと一緒だよ、一緒だよ な, そ, んな、うん、そう、で、まあはいっつって渡して、うん、渡して、そうで、ちょっと待っててなっつって、うん、そいつら、まあ俺たちは別にもうもらわれると思ってんだけど、うん、そいつらは急いでもう盗まなきゃっていう多分意識があったんだろうな、考えが、うんうん、こうペダルをね、一気にガッて漕いだのよ、うん、こうスピード出すために、うん、で、二人乗ってたんだけど、俺と友達、うん、友達の自転車はもうビューンって行ったのよね、行っちゃったんだよ、早めにね、うん、で、俺の自転車、うん、チェーンが外れやすいのよな勢いよくガッて回した瞬間に、うん、ギュルルルルッってチェーンが見事に外れてシャラララ、そうそう、うん、声返すわっつってすぐに帰ってきたっていう、こういう、俺その時は持ってんな違う違う、なんだよお前よ、俺さ、ずっとさ、あの、なんて言うんだお前が勇気振り絞って、いや、うん、ダメですとか言うと思ったら、お前、うんうん、違う違う、友達の自転車見事に作られて俺だけ帰ってきたっていうダメだよ、お前それ持ってないわお前、もう、そう、何その、
いい、お前チャリに助けられた。もうなるよかったわ。 なんだそれお前、なんかちょっとさ言うと思ったよお前、ね、うん、あの俺の勇気、勇気というか、俺もね、でもね中学校の頃さ、うん、1回だけカツアゲされそうになったことがあって、へえ、なんかお前イメージないな。俺イメージないっしょ、うん、俺ね中学校の頃さ、うん、こうなんて言うんだろうな、普通に友達と、うん、なデパート行って、うん、で帰り道さこう歩いてたら、うん、もう公園からおいお前ら待てみたいな聞こえて、うわいやめんどくせえと思って、結構な距離があるのそれ、結構な距離あるわ、お前ら待てって言って、で最初聞こえてないようにしようと思ってね、まあできるんだ結構な距離があれば、うん、聞こえてね、うん、よしスルーしようと思ってでスルーしてて、で友達イヤホンしてたから、俺聞こえてないでいいじゃんと思って、うん、そのまま歩いてたからめっちゃしてきて、お、あお前ら待てっつってたろみたいな、おやべえ、もうダメだこいつマジかと思って、そしてあすいません聞こえてなかったんですよっつったら、あのイヤホンしててって言って、おお嘘つけお前イヤホンしてねえじゃんっつって、俺イヤホンしてなかった友達イヤホンしてるから聞こえてなかったの分かる、じゃあお前なんでつけてないのに、おいやで、あっつってイヤホン取ってないんだけど、ないのに取ったふりしたとこ、そ, そしたらもうね あっちの、まあ、火に油注いじゃったわけよ、だろうな、舐めてんのかとお前、いやそういうわけじゃないですけどみたいな、お前ちょっとこっち来いっつって、おうおう、俺こっち行ったら確実にやられると思って、だな、うん、嘘もついたし、いや ちょっと待ってくださいと、あの今あの親待ってますっつって、うん、いや関係ねえ来いと、うん、やべえなこれ嘘もバレてる可能性あるなみたいな、お前親どこに待ってんだよみたいな、あっちっつったら俺もう 海の向こう側でやべえ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 と、うん、俺船乗って親のとこ行くのかなみたいなねそういうのやべえやべえやべえっつったら、そん時ね、ね、あのお前たちいくつみたいな、いくつって言われて、ここであのね中学校の頃でしょ、ここで俺13歳とか言ったら、もうダメだと思って、17っつったから、おそしたらこいつが、あマジっすかみたいな、あれ急に、あ急にマジっすかみたいなって、で、あのまあ17っつってで、そっからだよ俺のね逆転劇は、おーおーおお来た、ここで引いたら負けると思って、あれお前いくつみたいな、うん、やべやべ押した押したの、そしたらこのねヤンキーが、あ、あの自分15っすみたいな、あ、で何みたいな、何みたいな、なんか良かった呼んだんでしょみたいな、あーすいませんしてみたいな、年齢だと思ってなかったですみたいな、あマジでみたいなあほんとそっか、じゃあ、うん、じゃあ気をつけてみたいな、あすいませんしたみたいな言ったわけ、おーおーおー、ね、なんでそれが成功成立したかって言ったら、リュウタが一緒にいたわけ、俺、うわ来たな、リン君の日が最強説、あいつやばいな、そうあいついたらもう、うん、何歳でも年は逆に17って言ってちょっと疑われてたからね、あれもっと年上じゃねみたいなもう、その中学の頃からあいつヒゲボーボーで、いや生やしてたわけじゃないの、あいつも生えてんだよ勝手に、気づいたらコケみたいな感じだろ、コケみたいな感じがもうザッパーンって生えてんだよそう、ちなみにさ、ツイキャスでメールが送ったよっていうの来てますよ、メール来てる来てる、あ来てる、読んじゃいましょう、おこれかな、はい、じゃあ行きましょう、はい、よろしくお願いします、こんばんは、こんばんは、こんばんは、バケイです、バケイです、あおー敬語うまけい、バケイです、初めての投稿です、最近お酒を飲んで電車に乗ったら、ん大阪駅で降りる予定が目を覚ますと終電で京都にいました、あら大阪までタクシーで帰りました、これはすべてオーシャンのせいです、かっこわら、タクシー代返せかっこわら、ってことでオーシャンの2人はそんなミスしたことありますか、ぜひ教えてくださいあーなるほどね、なるほど、あいつか、うん、あいつだな、あいつだ、でもあれだよ、ルージョ、お前これすべてオーシャンのせいですかっこわらにしたらこいつ今冗談言ったみたいになっちゃって、うん、ちょっと恥ずかしいんだよねこいつな、うん、いいんだよ、あ、いいか、うん、こいつは恥ずかしめようぜ、こいつは恥ずかしめていいんだな、うん、敬語かこれ、いやこれ龍馬だろ、龍馬か、うん、なるほどな、もともとウーマクラジオっていうな、FM ウルマでやっててな、あんまり人気がなかった番組でしょすぐに終わっちゃった番組うん、そうそうそう、いやめっちゃあいつすごかったよ、すごかったよ、スポンサーまでつけてね、スポンサーまでつけて焼肉天国ね、すごいよ、龍馬な、今そいつ大阪にいて、うん、俺ちょくちょく連絡取るわけ、今も取る、取る取る、全然取る、そうなんだ、うん、元気してるかなと思ってね、うん、俺からめっちゃ電話して、うん、あいつやっぱ仕事だから取らないわけ、あーなるほど、あいつ何やってんの、今美容師、かっこ
こいいな。かっこいいやつ頑張ってんだよ。内地まで行って美容師になろうってなって。そう、めっちゃあのね頑張って、あいつやっぱもともとそういう人当たりもいい人間だからさ、やっぱすごい、ね、なんていうんだろう、そういう愛される人間だけで、俺あいつにめっちゃ連絡するわけさ、こうバーって連絡して、そしたらあのねやっぱあいつ忙しく取れない。なるほど、うん、であいつがまた電話かしてくるんだけど俺取らない。ほうほうほう、新規は取らない。あ、すれ違いか。うん、悲しいな。そう、あいつは取れない、新規は取らないだよ。うん、え、新規は取らない。そうなんだそれ、気づいてんだ一応。うん、あ、来てる来てる、あ、来てる来てる、うん、いやっつって。なんでよ、なんでよ、お前からかけるのに。いや俺やっぱそしたらさ愚痴っちゃうんだよあいつに。あ、なるほどね。いろいろの不満をね。そう、いろいろなんかさ、こう最近龍馬って言ってな、うん、あ、俺甘えちゃダメだから。うん、そう、あいつねやっぱ甘えちゃうんだよな。うん、じゃあ、うん、何の用事でお前はかけようとしてんのそれは。暇。あ、自分からかければ甘えることはない、うんうん、向こうからかかれば甘えてしまう。甘えちゃう。そう、なるほどな。すごいわがままな男なわけですよ。そうだな。小悪魔系男子です。どうも来ました。うん、違うの、あのねツイキャスでみかんちゃんがさ、うん、あのメール送ったんだけど届いてないんですねって言ってたから。あ、メール、そう、メール来てるかな。なんかねこれ、うん、全然メール届かないわけよ。難しいのよね。ごめんね本当に、すいません。難しいんだよ、うん、あ、みかんちゃんってあの恋仲の子、恋仲、恋仲っていうドラマを、あれ、あのキノコちゃん。そうだよそうだよ。じゃこれでなんかパッてできないのかな。なんかねツイキャスで送っても全然いいんだけど、読めるんだけどね。まあ一応ツイキャス見てる皆さんいたらちょっと送ってもらったらもう全然助かります、ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、まあということで、うん、もう夏本番ですね。夏本番。はい、もうそろそろさ、あるんじゃない大きい祭り、いろいろもう始まってるか。もう一応ちょくちょくいろんなところで祭りはしてるね。あ、そっかそっか。いやね、石川祭りいつなんだろう。石川祭りいつか分かんないの。分かんないな。お前そこは調べとかないと。この前のラジオでもその話出たんだけど、うん、いつって言ってたかな、まだ分かんない。そうだよお前、そこはもうちょっと勉強しとかないとさ。まだ分かんないって言ってたかもしれない。うるま市応援芸人なんだったらさ、もうちょっとうるま市のこといろいろ教えてやるよ。じゃあ俺に、うるま市の体調が分かんないって言ってるから俺も分かんない。そっか、もう体調のせいだったら仕方ない。、まあ、ちなみにさ俺今日ちょっと石川に早く着いちゃって、お、あの散歩したのいろいろ。どこ散歩した。まあ、散歩っつってもね、うん、ちょっと海見たくて、うん、ね、漁港あるから、そう、漁港あるから、近く漁港あるからと思って、うん、ちょっと歩いてさ、漁港について。おあれで覚えてる、一緒に一番最初にネタ合わせした場所。あ、覚えてるな。ね、通路があって行き止まりがあってさ、右がなんかなんだろう、工場地帯、工業地帯みたいな。そう、そこ行って一人で今日、うん、なんかいろいろ海見ながらさ、うん、なんか別に考え事とかもいろいろしてたんだけど。病んでるとかじゃないの。じゃないじゃないじゃない。なんかめっちゃ天気良くて。あ、今日やっと晴れたな。そう、昨日までだった、降ってたっけ。俺ちょっとさ、歩きたくなっちゃってきたんでさ、この天気。うん、いいとこだね、石川な。だろ、うん、そこ匂いなかっただろ。なかっただー。うん、もう石川っていいとこなんだよ。なんかさ、あ、いいな、ほのぼのな、ほのぼのしてんな今日なって思った日。海にはどうだった、なんかいた。いや海にはね何もいなかった、見えなかったんだけど、なんかその海見てたらさ、こう船、ちっちゃい船が通り過ぎていくの見てさ、あ、いいな。そう、いいんだよ、なんかこのおじさんが俺をずっと見てるの、怪しいやついんなみたいな。そう、俺も負けてらんねえと思ってさ、ずっと俺も見返しちゃったの。そう、なんだよそれ、ガンの飛ばし合いで。ちょっと手も振ってみたりしたらさ、そしたら全然手振り返してくんないわ。もうおじ、そこの人はちゃん見てんのかお前は。見てたよ絶対。どうなんだろうな。まあそんな感じ。石川、みんな歩いてみて、石川。まあなんか散歩っていいな。散歩いいよな。いや、ま、昔までよくやってたんだけどな。今もやった方がいい、なんかいろいろ見つけきれるからな、散歩とか。一人で散歩俺死に好きだったけどな。なんかそれいいかもしれないな。次ちょっとあれやってるよ、じゃあツイキャスやりながら散歩。いいな、領事散歩。領事散歩。領事散歩だな。なんかそういう番組あったけど、有吉散歩ってさ。ああ、あったな。それやった方がいいよ、領事散歩。やった方がいいな。うん、なんか。こんなのありましたみたいな。そうそうそう、別にさ、そのツイキャスやって喋りながら歩くってわけでもないけど、ただこの領事が見てる目線をみんなに見せるっていうかさ。あ、いいな。ただ喋らないでもいいの、これはもう。喋らない。まあ喋らないでもいいんじゃない。まあちょっと小刻みにちょっと歌うぐらいでもいいし。うん、口笛とかな。口笛とかさ。うん。なんかやっぱそういうのいいと思わない。あ、いいな。俺の巣が出るかもしれないな。そう、巣を出した方がいいよ。な。確かに俺の巣っていう出しづらいかもな。そう言われたでしょ。ちょっと花月の支配人にもさ。オーシャン、オーシャン、チャラいチャラい言われてますけども、うん、ちょっと心機臭いぞお前たちと。うん、いやそんなことないですよ、ほらもうそれが心機臭いんだからね。それだよなっつって、うん、そう、俺もそれちょっと言われてさ、うん、思ったら、俺ってあんまり人見知りだなと思って、すごい。おう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 。だってなんかさ、
ファンの子がいろいろ喋ってきて、うん、ね、あのみんな喋るじゃん。みんなね、そう、りょうじもよく喋るけどさ、うん、ね、俺もさ気持ちすごい喋りたいの本当は、うん、本当はね、もうありえないぐらい喋りたい、うん、もう普通になんか、うんうんうん、イエーイとかやりたいけど俺人見知りだからフレンドリーにな、そう、俺すごいなんか、うわ嫌われたらどうしようとか思うの俺。なるほどね、うん、やっぱ気使っちゃうよな、この俺もファンの子とかと喋りたいんだけど、うんうん、やっぱ気使うわな。あ、そうなの？そりゃ、うん、でも一応気使うってのよ、俺気使うじゃないよ、俺人見知りだっけ、俺も人見知り、うん、でもなんか、でもあれだろ、嫌われたくないとかがあるからやっぱ気使ってんのかな。うん、嫌われたくないの前に、あの、なんだろうな、なんか恥ずかしいっていうかさ、あ、嬉しい、気持ちはめちゃくちゃ嬉しい、嬉しいんだよ、もう写真撮ってくださいとか言われた日のこの、うん、何、心境半端じゃない、そう、よっしゃーって終わってライブ見送りとかするさ、うん、その時に話しかけられたいよな、たい、うん、そう、俺は話しかけられたいのよ、そう、写真撮ってくださいとか、すごく、うん、よかったですよとか、まあ、ディスでもいいわ、いや、うん、その時にいやディスでもいいよ、いや、まあ一応それもちょっとね、一応実は嬉しいんだよね、うん、嬉しい、あの、いや、オーシャンの漫才はもっとこうした方がいいですとか言われたらなんかちょっと嬉しくなっちゃう、嬉しい、あ、そうですか、そうなんだ、やっぱそれもね勉強になるしな、他からの目線はそういうものなんだみたいなね、うん、そうなるかもしれないし、ね、なんかよろしくお願いします、本当にね、はい、あ、もしあれでしたら、あの、なんかあれだよ、あの、みかんちゃん、あの、送っていいよ、うんうん、全然、あの、全然いいよ、メッセージかなんか、あの、Facebook とかさ、あ、もうバンバン読むよ、 Twitter とかの、その、なんていうの、個人メッセージ、なんかそのメールとか送ってくれたら、ね、あの、今これ、FM ルーマン終わった後でも全然読むよ、うん、ね、ツイキャスを通してとかね、うん、ツイキャスを通してでも全然いいしね、よろしくお願いします、皆さん、本当に、お願いします。そういえば今日さ、9時、いや、もっと早くかな、お、8時、7時ぐらいに、うん、こう、ラインが入ってて、いつ、はいはい、朝パッ、まあ、たまたまパッて起きて行ってみたら、あの、飛び出せマーメイドさんの、うん、大江さん、大江さん、大江さん、ロンゲの、はいはい、あの人から、うん、今日何してるみたいな、うん、なんか予定あるみたいな、うん、で、あ、なんだろうと思って、うんうん、こんな朝早くから、そうだね、うん、で、眠気があまりにもすごすぎて、うんうん、パタッとた、もう眠ってしまって、うん、で、また30分ぐらいに起きて、うん、で、返したのよ、うん、あ、すいません、今日2時から一応ラジオが入ってまして、ね、みたいな、今日あったさ、うん、で、すいません、どうしましたって送ったら、うん、返事が未だ返ってこないの、怖くない、多分神隠しにあったんじゃないかなと思って、ずっと大丈夫で生きてるよ、大橋さんが、まあまあまあ、なんかね、その返事来た時にちょっと教えて、俺も気になったから、そう、そうで、お前が言ったから今俺も気になったでしょ教えてよね、それはもう詳細は何も、なんかたまにあるような、そういう時、俺もたまにあるもん、何、分かるよ、だからそれ、なんかさ、この返して帰ってこないってすごい気になるのよ、例えば俺りょうじに、うん、あの、りょうじ、あの、ちょっとごめん今時間あるって送って、りょうじ、ん、がね、ちょっと見てなくて、でも俺の中でもそれって解決しちゃってるわけ、うん、あ、やっぱ大丈夫っていう時に、うん、俺も来た時返さない時あるもん、なるほどね、じゃあ何って言った時、うん、既読はついてるってやっぱ俺気になるのよ、なんか、あ、分かる、一応見てるのにあれ、うん、って既読スルーだよな、それな、いやいや、そんなことないよ、だからその時の用事が何か終わった時があってさ、うん、うん、ほら、見て見て、やっぱさ、あの、うん、アイセ、アイポンちゃん、うん、ね、あの、めっちゃ分かりますって、でしょ、絶対分かるのよ、何が気になるのよ、あ、うん、ちゃん、そのことじゃないだろ、あれはあの、その何話しても嫌いませんよとか、その、それさっきの人見知りの話です、ね、はず、俺はず、はい、触れないでね、ということで、あ、メールはね、やっぱじゃあメール来てない、なんかちょっとまたメール来てもらうように話しますんで、よろしくお願いします、ね、お願いします、はい、さあ、ということでね、もうそろそろお時間早いな、うわ、もうこんな時間か、すごいわ、時間早いの、やっべーな、ちょっと来週はもうちょいさ、いろいろまとめてまとめて一回なんかワードワードで話してみようか、そうだな、うん、それちょっとやってみたいから、うん、俺、はい、ワードワードで、まあ、ということで本当に皆さん本日聞いてくれてありがとうございました、ありがとうございました、さあ、FM うるまオーシャン応援団、こんなラジオ嫌いじゃない、どうもありがとうございました。